はい、こんにちは、あやです。今回の企画は新型 Nボックス 倉庫レビュー。投稿レビューをしていきたいと思います。はい、いやなんかすごく綺麗になるの久しぶりな気がするけど、うん、いきますよ、レッツゴー。はい、これね、この Nボックス、はい、試乗車なんですけど、はい、グレードが L L です。で、ターボです。ターボになってます。なのでまたあの普通のね NA とは違う加速の感じが楽しみじゃないでしょうかね、うん、そうですね、ちょっとその辺楽しみですね。はい、どうなんだろう、車体自体が多分やっぱ軽だから軽いんじゃないかなと思って、うんうん、その辺もね、だってこう持っててハンドルもすごく軽い感じがする。あ、ほんと、うん、ちょっと走りが楽しみです。はい、ちなみにあやさんは、うん、こういう箱型の軽っていうのは運転したことあるの？もともと私、軽乗りなんで。あ、そうなんだ。そう、それはみんな結構多分知ってる方もいるかなと思うんですけど、もともと軽乗ってたんですよ。うん、でもその車ってもう結構古いやつで、うん、今これ乗ると、うん、こんなに軽って広いのみたいな。お、同じような箱型の軽だったけど、そうすっごい形も似てるけど、やっぱ、うん、今の方がもっと角張ってるよね、うん、前のに比べて角張ってる気がして、 その分やっぱり中の居住空間が広くなってて、うん、すごいなって思う、うん、ここの感じ、この幅、うん、中の幅とかもすごく広い気がする。うん、あ、そっか。でも K ってさ、確かになんか本当、うん、なんだろうな、狭いというか幅がすごい狭いみたいな印象。そうそうそう、このちょっとちっちゃめのイメージがあるんだけど、うんうん、これは全然乗ってて狭い感じがしない。うん、すごいよな。ほんまに上にも横にも全然狭くないよ。狭くない。上がなんか乗った瞬間にさ、うん、天井どこみたいな。ねえ、これ上の空間こんないるってくらいあるから逆にめちゃめちゃだから視界に天井が入ってこない感じ、うん、ここの上は見えるけど、そこからどこまで上なんだろうっていうのがわからない。そうだね、高さしてますね。はい、よし、ここゆっくりなカーブね。この先右折専用レーンがあります。おー、なんかこうあんまり高いじゃん、うん、背が少し高めだけど、うん、足回りから高いってわけじゃないから、あんまり振られる感じはないのかもしれない。こういうね、そうだね、だって何だったってこの Nボックスは、うん、乗り心地をすごく追求されて作られた車で、うん、いやでもそれはすごく伝わってきますね。走り出しもさ、うん、やっぱターボだけあってさ、うん、すごいこう加速もしっかりしてる感じがするね。あ、やっぱ速い、うん、うん、ちゃんと踏んでその分ちゃんと進む感じ、うん、その私が乗ってたような古い系と比べちゃうのはどうかと思うんですけど、うん、やっぱ私の印象の中、最後の記憶の中だと、うん、踏んでも踏んでも進まないみたいな、力不足を感じてしまう感じだったんだけど、うん、そういうのを全然今でも感じないな。すごいよ。やっぱさ、軽ってなんかこうなかなか60キロまで到達するのもなんか時間かかる感じや。そうもうよいしょでうなっちゃって、うんうんうん、やっとみんなの波に乗れるみたいな感じがしてたけど、うんうん、いやすごい、全然超軽い感じ、踏むのが60キロもすぐ出る？出る出る出る。逆に踏みすぎちゃわないように気をつけなきゃってぐらい。ああ、じゃあ高速も安心だね。めちゃめちゃ安心だと思う。なんかさ、エンジンのうなりとかも全然入ってこなくない？全然聞こえなくない？うなってないよ、うん、ねえ、すごいわこれ。すごいね。しかもやっぱこう運転してて軽いからさ、うん、ハンドリングも全然苦じゃなく、うん、運転できますねこれね。すごいよ、いいと思う。視界はどうですか？視界は、うん、まあご覧の通りなんですけど広い、もうめちゃめちゃ広いから、うん、めっちゃ見やすいし、うん、このフロントガラスだけじゃなくて、うん、横のね細長ガラス、これね、はい、はいはい、ここがめちゃめちゃこう視界のちゃんと横でしっかり見える。あ、そうなんだ、うん、逆にねこれがそんなに気にならないかもしれない。あ、本当、うん、そうもんね、まあそこ、そうそう、しかもやっぱ黒だから、うん、意外と消えてなくなる感じがしてしっかり見えますね。
ごいね、うん、逆になんかちょっとミラーがさこっち側についてる感じがする。おー確かにだいぶ手前、うん、自分に近い感じがするんだけど、まあなんかちょっとミラーは近いけど、うん、まあ見やすくはあるかな。ちょっとちっちゃいかな。なるほどね。まあ、形がさその真四角やん。そうだね。みきん、あやさんそういうのはハイエースとかでもあれだよね、分かりやすいよね、車両感覚。分かりやすい、すごく分かりやすいです。見やすいしね、うん、あとはルームミラー、天井が高いだけあって遠いんですよね、うん、ちょっと遠そうだね。でやっぱリアもガラスが広いから、うん、遮るものは何もない。すっごく見やすい。このさ上のやつ何だろう、あれは、あ見えますね、後ろの本当、うん、あのハイエースのよく後ろに、うん、ミラーがついてるじゃん、内側を向けて、うんうんうん、あれと一緒で、うん、このリアゲートの足元ら辺が映るようになってると思う。そうなんや、うん、あれでな。だから例えば後ろ下がるときにバックモニターがあればそれで十分なんだけど、うん、そこまでどこまで下がっていいのかとか、うん、何があるのかとかをちゃんと見れる感じ、うん、なるほど。すごいあれは考えられてるわ。へえ、よく見える。なんかあのスマートについてていいね。うん、っていうか何よりも走りがめちゃめちゃ滑らかじゃない、うん、音がさ全然、まあ、さっき言ったみたいにうならないし、うん、ロードノイズもそんなにひどくないし、うん、ません、すごい快適じゃない中が、うん、本当に本当になんかあの同乗者からしても、うん、加速なんか頑張ってる感じないし、そうそう、てかその減速加速をそんなにちょっとさ、うん、こう減速しちゃうとまた頑張るのが大変みたいなことが全くなくって、うん、調整をすっごい滑らかにできる感じがする。これはストレスないわ。ストレスない。これは多分運転してる人だけじゃなくて、うん、さっきのりちゃんが言ったみたいに同乗者の方も負担なく、うん、ストレスなく一緒に乗れるんじゃないかなって思う。へえ、めっちゃいいね。これめちゃめちゃいいね。あ、そういえばさはい、この車、うん、まあ日本一売れてる系とも言われるぐらい。そうだね、うん、すごいまあ人気じゃん。うん、まあ、こういう乗ってみてとかやっぱ内装外装のこのデザインとか考えたら、うん、それも分かるんやけどもちろん、うん、最近の車はさやっぱ燃費みんな気にするじゃない。確かに。しかも、うん、この間ちょっとプラド、うん、燃費やらせてもらったじゃないですか、うん、やったね。まあ、まあまあまあ予想通りっちゃ予想通りだけど、まあやっぱすごい燃費、うん、だったから、それに比べてやっぱ軽ってすごく軽自動車は燃費がいいという話なので。そう、ただね、はい、この車はターボなんですよ。そう、そこもちょっと気になるポイントで、うん、燃費がいいと言われながらもターボ車、うん、じゃあ実際の燃費はどうなのっていうことで、うん、測っちゃいましょうか。ちょっと測ろうか。いいね、はい、じゃあ次は燃費行ってみたいと思います。はい、はい、ということで燃費を測りたいのでいつものスタート地点に来ました。はい、ということで、うん、まあ今回はねここにちょっと映ってないですけど、うん、表示が出るので、はい、瞬間燃費と、うん、そういうので見ていこうと思います。はい、でいつも通りエアコンはオン、はい、オートでね、はい、オートになってます。一応今25度設定ですけどね、うん、でアイドリングストップオフボタンがないので、うん、まあ、このまんまですね、はい、何もいじれません、うん、でこのイコンボタン、うん、今は入ってるんですけど、うん、いつもこういうのはなしでやってると思うんで、うん、なく走りたいと思います。はい、でまずこれゼロだね、 B の方をゼロにしました。はい、よし、じゃあこれでいきますよ。はい、8キロね走っていこうと思いますいきます。はい、はい、まずねここはいつも通り赤信号でございます。絶対ここに止まってしまうんですけど、うん、さて今の燃費は6.5。 6.5、 さっき信号が止まっとたもんね、ずっとね。危ない、大事なこと忘れてた。何、いくつだと思う。あそうだな、うーん、今度はあやさん先言おうか。なんかこの間すっごい多めに言いすぎて失敗したから、うん、今度 下に言いすぎて失敗しそうな気もするけど、ターボついてるでしょ、10とか。あれえ、あやさん、キー乗っとったんでしょ。あ、でも燃費気にしたことなかったな。あ、そっかそっか、じゃあ分かんないな。
全然覚えてなくて。10超える？あのね、大体の目安で言うと多分古い系でも15手前ぐらいまで行く車両が多くて。おお。え、じゃあ16とか。ただね、私が知っとるね、あ、その数値はね、ターボがついてないから私もちょっと微妙に分からないな。やっぱターボついてるついてないで違うよね、きっとね。そう、多分ね、違うと思うよな、やっぱり。こんな小さい排気量の車両といえども、うん、逆にターボがついたら燃費が上がるって、ほら、ジムニー、シエラ、そうそうそう、そういうのもあるから、音が遅い車だと、もしかしたらターボ、逆に上がったり、そうそう、アクセル量が少しでいいから、それはあると思う。本当にね、軽く踏むだけで、うん、今ここ40キロ道路なんだけど、うん、本当40キロ超えちゃうんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてしまうぐらいに。いや、でもすぐ40キロなんかすぐだよね。すぐすぐすぐ。あやさんどうする？10で行くの？いやどうする？あ、私変わり身早いんで、じゃあ、うん、13。13、うん、話聞いてたって思う人もいるかもしれないけどちょっとあまり上を行き過ぎたくない。あ、オッケーオッケーオッケー。13で行きたいと思います。のりちゃんは？私はこの道路本当に悪条件だからな、どうしようかな。15。お、16。んどうしよう希望は17だよ。おー、けどね、希望17。そう、けどね、いや、17で行こう。おー、オッケー。じゃあのりちゃんは17。うん、私は13で、うん、はい。さあ、どっちの方が近いのか、ドンピシャなのかもうこの辺はマジに忖度なく普通にちゃんと道路のその法定速度に合わせて運転した場合になります、うん、はい。ただいまの燃費 12.3 でございます。お、急に上がってるね。 12.3 か。ここで 12.3 です。なるほどなるほど。あ、まだ赤信号です。はい、赤信号です。いや、これちょっとあれだな、どうしようかなって感じ焦ってきた。え、どっちの焦り？もっと行くかもしれんと思ってきた。うん、それはもう、だって私もうここで止まってくんないと。そろそろ。そうだよね、今ね 12.9 だよ。あ、もう大丈夫です、もう大丈夫です。いやでも、17超える？20はでも行かないっしょね。だってハイブリッドシステムなんもないのにさ。そうだよ、ついてんのアイドリングストップぐらい。うん今はアイドリングストップしてないしね、この信号。してなかった。いやー、ドキドキするなー。いや、またなんかのりちゃん結構ドンピシャな感じがするなー。いや、私もなんかちょっとドキドキしてきたなー。もしかしたら、この今低速やけ燃費かもしれんやん。おーおーおお。で、後にちょっと。後半のね。後半はね、ちょっと60キロ道路になるんで。まあ坂道もあるし、 そこで一気に落ちる可能性もあるから。そうだね、どっちとも言い難い。いやでもこの前半で結構貯金できたら燃費を、うんうん、そこで食いつぶしてもいけるかもしれない。確かにね。そう、いやでもめちゃめちゃこの軽く踏むだけでめっちゃグッといくから、うん、やっぱこれはターボの凄さなのかな。多分ね、加速がいいのはターボだね、うん、すごいいいわ。はい、でここから30キロ。はい、30キロ通りです。この間さ、うん、プラド乗ったじゃん、うん、あの時同じ30キロでさ、うん、めちゃめちゃもっと遅く感じなかった？もっとなんかもう歩行者ぐらいの遅さに感じたけど、これなんかやっと普通の感じ、うん、普通の30キロの感じ。わ、赤です。赤です、赤です、止まっちゃいます。アイドリングストップついてるけん、アイドリングストップさえしてくれれば強くない？この車強いと思う。でもさ、意外とそんなにストップしてなくない？やっぱエアコンがね、なんか今結構涼しい風が出てる。あ、私こっち、あ、ほんとだ、めちゃめちゃ涼しい。暑いのか。暑いの？逆に。お外、暑いの？この25度って暖房の、今このさ、2月で、うん、2月の25度は一応暖房に入るよね、思うんだけどな。むむむ、涼しくなってます。そうです、車内がちょっと涼しくなっております。今4分の1来たぐらいかね。そうだね、大体で燃費の方が 14.7。 お、いや、これ結構いくんじゃないの？予想以上にぐんぐん上がってくるよ、うん、今からこっから下がるんかと思えば違うもんね。いや、まだまだいきますよ、これこの子はやります。まあもう私はアウトなんですけど、
でも分からんよ、後半戦で一気にガクンでくるかもしれんし。もうそれはそれやったら多分もう私の運転の仕方だろうっていう話になってくるんで。そうなのかな。どうなんだろうね。いやーこれはどうなのどうなの。いやーすごいね、燃費めっちゃいいんじゃないの。逆に今のこんだけ新しい車でね、うん、まだこれ出て1ヶ月2ヶ月ぐらいの車で燃費が、うん、7? とかだったらさ、逆にびっくりするでしょ。7? 悪いよ。まあそんなではないとは思うんですけど、うん、さてさて、こっからどこまで上がってどこまで下がるのか、はい、後半お楽しみに。はいはい、はい、ちょっとね、今60キロ制限のそうなんだけど、もう赤になってきてるんで、はい、ちょっと減速し始めてますけど、はい、あ、青になった。お、乗った乗った。60キロまでね、行きたいと思います。はい、前に車がいるからね、あんまり出しすぎるとぶつかっちゃうんで。そうだね、その辺は考えながらだけど、うん、今の燃費は 15.2。 お、さっきとあんま変わってないんじゃない。うん、なんかその辺を結構キープする感じなのかな。マジこれさ、15だったらさ、引き分けだよ。やばくない？熱い戦いやな。いや、激熱ですよ今、ね、はい、赤信号で止まります。止まりたくない。お、青だ青だ。この後坂が始まり、また降りて、平坦な道を走ればまた坂を上り、降りてで会社に着くので、結構ね、この後半戦はアップダウンと信号地獄ですね、うん、そうで、スピードも出さなきゃいけない。そう、60キロだから周りの波に乗る感じで、はい、なかなかね厳しい感じになりますけど、でもすぐ60は出るから、そう、その辺はね、調整はめちゃめちゃ楽だし、うん、走ってて、あ、もうちょっと、もうちょっとみたいな感じは全然ない。だよね、うん、全然苦がなくストレスなく走れるから、その辺はめちゃめちゃ快適だね。じゃあやっぱターボのおかげで燃費上がる系の車かもしれんよ。かもしれない。はい、赤信号から青になって、ここを曲がると会社でございます。はい、さあいよいよ結果発表になりますが、私らも見てないよね、見えないから。ちょうど GoPro の位置から、今回つけられたのがさ、本当にこの GoPro をつけても走行に邪魔にならないところだったからさ、そうだね、瞬間燃費はまあぶっちゃけ見えなくても、うん、危なくないところだから、うん、今回はそこにつけさせてもらったんだけど、はい、だからそのおかげでのりちゃんも私も一切見れてない。そうなんです。ということで結果発表に移りたいと思います、うん、はい、よし、いきますよ。はい、3、2、1。おお、なるほど、すごい、あ、6。すごい、でも最初のりちゃん16ぐらいみたいなこと言ったじゃん、うんうん、ほぼほぼ、まあのりちゃん側の方になって、ほぼほぼのりちゃんの予想通りでした。もうそうだね、すごい。でも、もういい勝負したわ。外した瞬間 15.9 になったけど、うん、ほぼほぼここについた時には16だったっていうことで、うん、すごいね。いや熱かったな。いや結構ドキドキしましたし、ね、なるほどね。まあちょっとね、状況は状況で、うん、ちょっと参考になるかって言われたらちょっと微妙かもしれんけど、まあね、他の車でもいろいろね、同じルートで比較してるんで、うん、ちょっとそっちの動画見てもらって、 それで比較してもらえたらと思います。はい、よろしくお願いします。今までね、やった車種の方はだいぶ上だね。いや、結構上じゃないかな、ね、すごいと思う。軽でターボがついてて、うん、まあ、大体16から15後半、うんうん、なかなかいい車なんじゃないでしょうか。はい、走りも大満足です。はい、次回もなんかいろんな車レビューしたり、うん、いろいろチャレンジしてみたいと思いますので、はい、よかったら次回もお楽しみに。楽しみに。